そうそうそう、正三角形だから、折ってあるのね、こういうふうに折ってあるの、正三角形なの、この中に黒があります。麻雀宴会議やるのどうしよう。はい、どうぞ。私も喧嘩ファンド、いいよ、うん、もうフリーハンドで、もうフリーハンドで、そう、もうそういう、はい、すごい赤じゃないですか。ピンクが残ってるよ。ピンクが残ってる。濃くなってきましたね。綺麗。あ、綺麗ですね。おお、すごい。わあ、いい感じ。いい感じ。元々の生地感もあるからね。あ、そうですね。ああ、はいはい。の洋流の。へえ。まあ、でも広げて加藤さん待ってるよ。だいぶだいぶピンク多いかな。だいぶピンクじゃないと私じゃないもん。出るとこはほぼピンクね。ペースが。髪の毛もピンクです。髪の毛もピンク。だからね、私も覚えられないんですけど、他の人がよく覚えてる。もうハンドルでもピンクちゃんにしたら、まるちゃんやめて。ピンクちゃんに。あ、ありがとうございます。はい。今の色は何でしたっけ？今ね、青だ。青、青。青。割とちょっとロイヤルブルーで爽やかないい感じですよ。爽やかな。爽やか。もう一個アクセント入れてるわけですね。はい、入れました。はい。ベージュっぽい着物なんですか。え、ベージュに何色にするの。あ、いや、着物がベージュっぽい感じなんで、はい、何にしようかな。あ、日本から、日本から今ね、つまるとこれ一応作ってあるだけど、全然もし青がする人がいたらちょっと待ってもらって、あの誰も青がいなければ流します、うん、あ、それで好きなようです。で、皆さんで、だからこういう感じになるってことですね。そうですね、ここまで青じゃないですね。これね、乾くとね、また薄くなっちゃうんですよ。だからこれよりちょっと薄いぐらい、これぐらい、今ね、そうです。あとは紫か、グリーンだったらこれにちょっと染料調合しますけど、赤とかになった時はもう私とレールこれと違う、この2と違う、はいはい、自己主張先する、はい、どうします、どうしようか。まあこれもいくつやってもいいと思うし、はい、二つやめてもいいしね、はい、ちょっと、うん、からしっぽい色にしたい。からしっぽい色にしたい、はい、うん、はい、何をしよう。じゃあこの中で選んでください。はい、まあ青関係ない。すごい、すごい、すごい、色見本がある。黄色もかわいいね。黄色だとね、あんまり呪文が出ないんですよ。だけど、色優先だったらクリームでもある。今はこれぐらいなんですか。そうですね、それぐらい、それぐらい、今ね、多分このタブレットのような色になってる。ホント白着物とかね。似てるんですか。似てるんですよ。へえ。乾くとね、半分までいかないんだけど薄くなります。今ちょっとグレープ、濡れてるからグレーっぽく見えるし、ちょっと濃い感じですけど、うん、逆にね、色が入らないと面白くないですからね。今これ一色なんですけど、はい、なんかね、まあこれであげてもいいんですよ、うんうん、でね、この中がね、ちょっと白っぽいんです。うん、本当ですね。実はここで止めてて、ここも止めてるから、うん、もしこれが糸がなければここだけの模様がはっきりするわけ。まあね、糸止めたことによって三角が綺麗にできたけど、はい、途中で切ります、すぐ切らないで、もうこれで
白も出るし、板も出るんだけど、ちょっとこの中三角形に染まってないんですよ。そういう様子でいくか、どっちがいいか。三角形に染まってないってことは、これにそれが近いわけ。そう、僕がやった実験がね。で、ここの今糸を切ると、ここの線だけはしっかり出るわけ。だから六角形がはっきり出る感じだ。どっちか、今だったら選択できるんですよ。今なら、ただ、まあ、ぼかしになって面白いかもしれない。ぼかし、こういうぼかしがいいかな、うん、いい、私も。じゃあ、そんな感じでいきます、はい。そうするとね、もうね、いいな。もういい。うん、この生地はね、薄いから、結構浸透してるのね。だから、色もいいと思いますよ。はい。これで簡単だね。あの、紫、ちょっと落ち着いた感じの紫で。よし。ここでもう染料落としますからね。これ酸が入ってますから、ね、ちょっと酸っぱい匂いするんだけど、もうこれで大丈夫ですからね。もう大丈夫。で、あの、汚れたら、まあ、洗って大丈夫ですし、アイロンかけても大丈夫です。そうなんですか、うん、洗えるやつ。洗って大丈夫。あの、シルク用の。うん、そう、そんなに、あの、神経質にならず。ずっと言ってみてください。はい。どうぞ。今日は濡れたままになるかもしれないけど、あの、ビニールで持って帰ってください。そうだね、本当だ、うん、結構白っぽく出てますね、うん、どう、例えば今ね、まあ、ここでもう一回閉じて、ここ切れば、この線が線じゃないけど、まあ、もう少しこれあのこれぐらいになったものが出るんですよ。でもぼかしで白が、まあ、出てないけど面白いかもしれない。どうする、もうちょっとちょっとなった方がいいかな。またいい、だいぶ白いかもね。そしたらね、もうね、ここが閉じてあるから、どうしてもこう丸く出ちゃうんだよね。はいはいはい、これは切って、はい、板をもう一回締め直して、直して、はい、板を切った方がいいかもしれない。そうすると両側から、あの、あれでも同じところやってね。ね。これで大丈夫ですか？そうだね。どんな力技や。難しいんじゃない？あのどう出るか分かんないところあるからね。やってないとね。その時の色とか、ね、あの生地によってもね。切りました。切りました。ちょっと待って、これをちょっともう少し整えますね。はい。ちょっとね、使ったやつとか入ってると。弱っちゃってるかね。まあいいっちゃいいんだけどね。うん、ちょっとあの柄がその板締めっぽくならないからね。そこも切ってもらおうかな。はい。いや、今日はでもね、阪急電車に大事件起こしてきたんです。はい。はい。じゃあこれで。ちょっとここ染まりますからね。うん、そうするともう少し、はい、私がいいなと思った。あ、ここに中でいいですか。はい、こんな感じでいいかな。あんまりやりすぎるとまたね、難しいですね。よし、じゃあこれで OK と。はい、じゃあオッケーです。もし今度は全体が白っぽくするから全体色が出る手はあるんですよ。届いてからね。だけど、まあ、あんまりおすすめじゃないけどね。せっかくだからね。はい、じゃあいいですか。はい、はい、はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。どうだろう。どうだろう。あ、いい感じ。お、いい感じですね。おー、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 いいんじゃない？いいですね。大成功じゃない？大成功。ありがとうございます。白も綺麗に残ってる。ね、本当だ。あ、いい感じで。あらら。乾くとね、もう少しね。いい色じゃないですか。あ、いいですね。あ、綺麗、綺麗。綺麗、綺麗。素晴らしい。ね、最初塗っといたところも感じもちょっと。あ、本当ですね。出て。あ、ね、そうだ。そう。
どんどんずれていってる三角はやってたはずなのになんか四角っぽくなってきてでもいいですよ。大丈夫ですか？こんなで。こんなで大丈夫ですか？味です。味です。味です。なってますよ。なってますか？うん、そこで手離したらまた一回。離さない。何があっても。地震が来ても。くしゃみとかしてね。最初からって人もいますよ。そんな悲しい出来事。ちょっと頑張れ。油断したら。じゃあゴール？とりあえずとりあえずの。これ変わりました。可愛くなった。こんなんで大丈夫ですか？オブは私からの全然こんなんで綺麗に着るのよ。まあ、加工日としてはね。そう、加工日いいですよね。ちょうどちょうどいいかなと思って。いいですか？加工日の前はちょっとローウエストですか？ちょっと暑いからね。天気はね、ちょっと下にやりにくいってもあるんですよ。でも、黄色に黄色、あ、黄色もう少し明るくなるかな。さっき悲しだったからね。それも、まあレモンっていう感じじゃないですか。ちょっと山吹きでね。降りてもうだからこれでかなり痛いのかな。逆にこれ以上染めるのは難しい。ちょっとふわふわしてるからね、少し白いとこが出ると思うんだ。そうそう、ドキドキ。肩の感じが変わってくるんですね。じゃあ、ドキ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 。3、2、1。黒の貝が。わあ、かわいい。そして、
どうなっているか。かわいい。よかった。あんな心配してたけど。